体調はだいぶ良くなりましたよ。喉以外、喉と鼻とくしゃみ以外は。レッスンお疲れ様、ありがとう。今日はレッスンマジで頑張った。今日はね、9時間か10時間ぐらいレッスンがぶつ続けであったので、もう疲れましたね。もうさ、わあ、今日あれすればよかった、マッサージ行けばよかった。ちょっと痩せてた、お腹すきすぎて家帰ってきちゃった。家帰ってきて洗濯をすぐ作って、今もう夜ご飯食べたんだけど、なんかお腹空いちゃって、なんかしかもさ、お腹空いて、しかも今日スンドゥブ作ってさ、結構さ、お腹いっぱい いっぱい食べて、お腹いっぱいと思って、明日食べようかなと思ったんですけど、もう明日の朝ごはん買っちゃってて、でこれを明日の朝食べるのもちょっと厳しいなと思って、いや、お腹空いたし今食べとこうと思って。眠い。新メールだったっけね。本当？確かにめっちゃ久しぶりのねメールだったもん。あさとまじめ、私も明日肉質だよ。やばい、実感がないんですよね。ほんまに緊張する。じゃあ持ってく、見つけるね。明日行くよ、楽しみすぎ。嬉しいよ、しさみさん、楽しみ。私もじゃ体調大丈夫。うん、だいぶ治ったよ。喉と鼻とくしゃみだけ。あとはチギタさん、誰もありがとう。髪の毛ボッサボサなんだよね。見て見て、後ろ見て、ほらこのさ、クシャーンってなってるやつ。まいちゃん、明日行きます。おー、嬉しい。明日待ってるぞ、ありがとう。なんか暗いね、めっちゃね。こう暗いんだけど、ごめんね。見て見て、宿毛かけたかった。この癖、髪の癖やばくない？こうなるんですよね。こんにちは。え、ドラム？ゆたりやつ練習してくれた。え、嬉しい、嬉しすぎ、それは。え、ありがとう。サカさん、あとありがとう。ミラクルさん、あとありがとう。パーサファイト、ありがとう。明日問題なく出演できる。できるよ、全部できます。なんか正味さ、なんか2曲響きやってない曲があって、その一つはちょっと踊るやつだったから、もしかしたらワンちゃん私出れんかもなと思ったんですよ。その一曲だけね、ええんかなと思ったんですけど、なんか全然なんか出れるみたいな感じ、出るみたいな感じでした。はい、全然覚えていきました。でもね、結構ね不安なんですよね。不安なあれもあるんですけど、ブロックっていうかあれもあるんですけど、まあでも結局は楽しめたらいいかなと思うので、はい、結構ね、何、面白いっていうか、すごい何だろう、盛り上がれる曲もたくさんあるし、かっこいい系の曲もあるし、そうそう。で、私がしたかった、一番したかった曲は結局できんかったんだけど、まあでも嬉しかったです。もし、あ、もしかしたらここひーちゃん違うかもしれない、間違ってるのかもしれないとか思っても、まあ多めに見てください。リスさん、こんばん。ゴールデンウィークおいしい。ゴールデンウィークおいしくない。
KHK さん、ありがとう、グリーンダルマ、ありがとう。で、私はスンドゥブをね、食べてるんで、はい、すいません。で、そして聞いて、あの、面白いアニメを見つけちゃった。ずっと見よう、なんか、見ようかな、見らんどこうかなとか思いながら、ずっと見たかったアニメがあって、で、この間、1話の最初を見て、へぇ、見れないタイプのやつかもと思ってさ、やめたんよね、一回。そしたら、で、今日なんかアニメが見たいと思って、新しいアニメが。何も知らないアニメを見たいと思って。で、もう一回出てきたから、もう一回全部1話見てみようと思ったら、マジで面白くて。ループ7回目の、悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな、みたいな感じのアニメなんだけど、ほんまにおもろい。今、エピソード4なんだけど、4話なんだけど、マジでちょっとハマりそう。面白くて結構好きでしたね。普通に明日やる曲をさ、普通に歌ってしまいそうになるしさ、踊ってしまいそうになる症候群なの毎回。だからいつも大丈夫、全然。これ ASMR なってます、今の。えのきって結構音鳴るよね。だいぶ雨持ちそうね。嬉しい、おぐりんだるまありがとう。 KHK さん、あなたありがとう。おぐりはたありがとう。たなたかあたありがとう。やればできる猫あたありがとう。ひーちゃんの一番もっとまねがれ、嬉しい。たくさんもにがって立って、マジで。ぜひ昼夜楽しみ、嬉しいね。本当に昼より全然違うんよ。今日通してみて思った。あ、結構違うんやと思って。そう。しかも同じ曲もあったりするんよ。あったりするけど、なんか若干変わってる。そう。だから楽しみにしててください。下、ずれと、行くね。それ、え？見つけちゃうね。見つけて、え？明日肉フェスなのにさ、こんなむくむものを食べて本当にごめんなさいね。明日ひーちゃん痩せたって言ってたのになんか太ってるじゃんとか思ったらほんまにごめんな。ごめんね。うん、でも頑張って。でも今日響きさ、よく疲れた日って寝落ちするんよ。疲れた日ってすごいすぐ寝落ちして、あ、やべえ、もう朝だとかなってんの。だからマッサージとかも何もせずに、スキンケアとかもなんかもう全然ダメな状態で、あの、まあ、本番を迎えちゃうってこと結構多くて、だからもう今日だけはもう絶対にたくさん、もう足がね、筋肉痛すぎて、筋肉痛なのと背中も痛いし、腰も痛いし、肩も痛いし、喉も鼻も痛いしってことで、まあ結構万全ではないので、今日はちゃんとショールームをちょっと早めに終わってリラックスタイムをしたいと思います。はい。明日のね、確認するやつもたくさんあるので、アシュル君の歌決めたよ。決めたけど3個候補があって、聞いてますって。あ、大丈夫。ね、聞くよのよそれ。でも響きあんまり好きじゃなさそうっぽいんだよね、見てないけど。じゃあこのまま、嬉しい、たくさん見えたよ、ひなつたくさんね、全部見た。マジ面白い、女子好きそう。ほんとめっちゃ結構好きだったかも。全部まだ見れてないけど、なんか結構ね、キングダムさ、すごい友達がね、あのすごい好きなのよ、キングダム。でも私一回見たことがなくて、友達は多分なんか実写版のキングダムが好きっぽくて、
そう、でも私はマジで一回見たことなくて、マジ見たいんだよね、一回ぐらい。見たら多分ハマるんだろうけど、見ようとしないんですよ。サッカークレイジー面白かった。水亀さん、流星君は今日がピーク。え、そうなの。アニメカニも言えないよ。面白い。あ、ちゃんちゃんあった、ありがとう。青なんもハマった。何何それ、メンバーあるあり、それな。マキサダルマ、ありがとう。節前誕生日でメール届いたんだけど、今まで来た指定メンバーのメールで一番長くて嬉しく。え、そうなの。嬉しい。喜んでくれてよかった。お誕生日おめでとう。リュウさん、お誕生日いつだったの。うん、ここチーズ入れたい。ほんまに待って、暗すぎんか。ともあきさん、ありがとう。コーヒーかな、コーヒーありがとうね。ご飯が美味しくて踊ってるかと思った。うん、ご飯が美味しくて踊ってるよ。それは半分ありますよ。ご飯美味しくて踊っちゃう私は。しんいちさん、誰もありがとう。ねえ聞いて、あのさ、この間、昨日ぐらいまですごい顔がシュッとしてたのに、なんかもう一日でシュッとしなくなっちゃって、ピンコピンコまあいいよね。ヒントないよ。え、でもあずみんさんがめっちゃヒント出したくないみたいなあ、こっちじゃないわ。まあ明日ですからね。危ない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 、待って、私自分で、ああやばい、ぶぶぶぶぶぶね、全然危ねえな。でもさっき同じこと言ってたでしょ。そうでしょ。お、待ってり、え、それさ気になるんだけどさ、絶対さ見始めたら面白いやつじゃんそれさ。一回1話をねちょっとだけ見た記憶ないの私も。流行る良さが分からん。え、嘘、 ASMR 時々見ちゃう。あんまり見ないけど。ひろしさん、あんたありがとう。ありがとう。ありがとうが、ね、任せたく任せるね。ひろしさん、あんたありがとう。ゴールデンクでっていう言葉は嫌い。明日ゴール、あ、そうなんや。お、バビンさん、チキ申し込んでくれたの、嬉しい。ありがとう。ありがとうね。嬉しい。書くね。ありがとうね。バビンさん、嬉しい。なんだかよろしく、夜でも嬉しいよ。ま、昼もね、まあ、やってるんで、まあまあ、見たかったら、まあ、普通に見れるみたいなのね、見てください。昨日フラワーフェスティバルやったらたくさん食べてね、いいな。私も食べたかった、行きたかった。フラワーフェスティバル、ひそかちさん、あとありがとう。昼より行こうとして、嬉しい。まあ昼よりね、誰だかたくさん来たから、私はチョロ食べても大丈夫じゃない。大丈夫じゃないよ。今日の昼めっちゃ食べたんですよ。めっちゃっていうか、今日なんかめっちゃ食べたわけじゃないよ。今日の昼はそんなに食べたわけじゃないんだけど、カロリーが大きくて、お、あのカロリーがでかくて800カロリーぐらいのなんかのやつを食べちゃったから、そう、ちょっとカロリーすごいんだけど、まあその分今日動いたから。っていうかもうさ、今日さスンドゥブ食べてる時点でさむくむに決まってんじゃんって話だよね。
でも多分移動中にまずむくむからもうなんかもういいやっていう。とりあえずメリロートを飲んで、なんだっけ、むくみのキレートレモンを飲もうと思います。あ、うん、買うの忘れた。待って、キレートレモン買うの忘れた。最悪。え、最悪なんだけど。え、最悪なんだけど。え、なんで忘れるの、浜田ひめき。最低最低最低最悪女。みそかつさんとありがとう。風邪たるこ落ちたから食べてて、またさんと、まあ確かにね、それはそうだね。お便り応援してますよ。ありがとう。頑張ります。よくよくさ、誰もありがとうね。猫グーグー、ありがとう。ライブ待ってる私も楽しみにしてみよう。だけでいうな、50巻まで行きます。すごっ。ぴょんぴょん、エマスターありがとう。前乗りして新宿で DD 活動してました。明日お台場は、明日のお台場大丈夫です。どういうこと、大丈夫ですって。最後まで見、絶対最後まで見、ちょっとね、そう、進んでないダメ。漫画アニメ全部見てるけど、全部見てアニメが一番、あ、そうなん、見たことないよね。ひろしさん、誰もありがとう。キムなんと、あ、そうなん、長いんよね。そかちさんとありがとう。くまれぱ、誰もありがとう。みそかちさんとありがとうね、ありがとう。なんじゃ、5月1日、そうなの、5月1日。え、じゃあさ、明後日終わったらさ書くね。あの、何、誕生日おめでとうってやつ、ちょっとメモさせて、じゃメモさせて。今書くもんないねんな。じゃあリスさん、あれね、5月1日ね、5月1日誕生日。じゃあそれをあのちゃんと書くから、リシさんが来た時に見せるね、誕生日おめでとうってやつを。そう、今書いてもいいんだけどさ、今だと今雑になっちゃうから一旦ね。おめでとう、誕生日おめでとうね、ほんまにおめでとうござる。嬉しいね、誕生日いいことだ。うん、5月かも、今更だけど。5月私身内に誕生日がいるので、やべえ忘れるとこだった。まあ、まだだけどさ、まあ、こんな感じのやつもしますし。うんうんうん。雰囲気は。天スラとヒロアカかな。ヒロアカね、見てるよ。天スラ見てないよね、私。天スラは1話でやめました。最近ミニ配信控えてた。なんで、なぁ、鬼滅見てた、口開けて。鬼滅見てない、鬼滅見てないね、最近。もう誕生日おめでとうございました。鬼滅はもうさ、漫画読んじゃったから、もうアニメ見てないんだよね。みんな見ましょう。けど見ないです。てか面白いな、どういう系。まあいいよね。夜桜、
何それ、みっちゃん早く大丈夫、そうだった、早起きのこと忘れてた、待ってショールーム終わろう普通にさ、それのんきにさご飯食べながら配信してんの、うん、でも聞いて、今日さ、今日朝からだったんですね、レッスンがすごい早くて、そうね、あの私は何時に寝たんだっけ、昨日3時くらいに寝たんですけど、なんか普通に寝落ちしてて、でえで起きたら6時だったんです。お、6時だ、これから寝たらやばいなと思って、起きて準備して、はい、イエーって感じでした。よかった、家から外出の姿で倒れてました、倒れてました、ここにいる、うん、じゃあ下がります、あ、気温下がるの、え、嬉しい、ジョントンさん、だるまありがとう、始まるしーちゃん、なんない、うん、え、最近語ってるやつ大事しか、そうなの、まあそういう時もあるよね、耳かきはあんま見ない、むさしさんこんばんは、しゅんちゃんだるまありがとう、むさしさんこんばんは、3期でゆうちひーちゃん気になったチキン申し込み、そうなの、気になったチキンをさ申し込んでくれるとかあるの、嬉しい、ありがとう、ありがとう、キクシャンさん嬉しい、これを機に仲良くなりましょう、キクシャンさん嬉しい、嬉しい、ありがとうね、チキ書くね、ぜひあのね、嬉しすぎ、仲良くなりましょう、あちち誰もありがとう、 SMM マイク使うの確かにね、 KHK さん誰もありがとう、ぜひよろしく、よろしくね、どうかどいつの、え、じゃあ申し込んでるとあの願っておきますね、でいいか、でこう、しゅりさん誰もたこちゃんありがとう、お昼何時に食べた、お昼はね3時ぐらいかな、そう3時ぐらい食べたかな、うん、2時半とかそこら辺で食べた気がする、明日は仕事です、頑張ってください、頑張ってね、お仕事大変だと思いますが頑張ってください、でカレーライス2杯も食べてしまった、私はカレーライス食べるときは3杯食べましたよ、よくここから800でも多くない、え、そうなの、明日思っている以上に痩せますよ、痩せないよ頑張れ頑張れ頑張れ、キレたりまた頑張るね、忘れてた、普通のキレットでもダメなの、ダメダメ、販売開始前にアーティストのライブ申し込んじゃったらまた今度、それは仕方ないね、2、ストックあるから、含みのストックあるから取りに行ってそれを取りに行こうかな、行きたいわ、それはパンケーキちゃんのところに取りに行くね代わりに飲んでいくね、うん、うん、ダメだよ、聖地の人と、あ、そうなの、うん、ステージどんな感じなんだろう、さあありがとう、うん、うん、今度来た時に見せるね、ちゃんと書いとくわ、でで誕生日毎日毎日やばすぎ、5月だよね、今度着物以外はガーズマンドくらいと夜のくらいが泳がないかな、見たことない、またどうぞ、そうだよ、たくさん踊ってる、セレンキャップ、私もキャキャキャ、マジカバカ誰みたい、確かにね、スツヤバお姉様、ま、私ありがとう、なに、なにそれ、それ見ないと人生さ、ほんまに、いや、なんか1話でよくわからんくてやめたんですよ、え、聞いてよって何回も言った、私マジタック結婚してありがとう、しないよ、知らんけどね。え、暗すぎてさ、ちょっとショールームの
モチベがないわ。このなんか暗すぎる。ガセね。ひーちゃん最近よく東京行って、めっちゃ東京行ってます。うん。東京っていうか、なんかもうなんか移動がすごい最近多くて、はい、すごい多くて、まあ嬉しい反面さ、すごい移動時間がすごい長いので、移動時間って私酔っちゃうタイプだからあれなのね、携帯とかあんまり触れないタイプなの。だから最近ね、ちょっと触れるようになってきたりとか、日によっては調子が良くて触れたりするんだけど、なんか動画見たりとかあんまりできんくって、だからダンスの振りを見たくてもさ、なんか調子がいい時は全然酔わないんですけど、そう、なんか酔っちゃう時は酔っちゃうから長々見れないんですね。だからで、なんか新幹線はメンバーの皆さん、みんなさ、なんかはかどるみたいなさ、なんかあのツイッターとかそういうなんか SNS 系がはかどるって言ってらっしゃるんですけど、響きはねはかどらないです、逆に。はい、酔っちゃうので文章とかもう打てなくて、だからもうなんか何しょ、アイドル向いてないなとか思いながらそうそう、まあ、でも最近ね、頑張ってなれようと思って頑張ってますね。だから移動の時間がすごい、一番さ、移動の時間ってめっちゃ無駄だなって思って、どこでもドアが欲しい。うん、私今欲しいもん何って言ったらどこでもドア。うん、絶対に。ルセグ見るっていいの？さや、あ、ありがとう。違う違う、ゴールデンウィークでね、ゴールデンウィークね、ほんと。さっきあとありがとう。だね、一気にだね。ね、11時に終わろうかな、ほんとに。ね、やがやばいっす、やっぱやばいよね、汗ダクダクだよね、私やばい気がする。明日さ、髪結んだ方がいいと思う？どう思う？迷ってるんですよ。でも絶対下ろす。下ろしても髪の毛下ろしてるのってさ、絶対私さ、もうなんかもう汗ダクダクでさ、やばいと思うのね。だからさ、あの上げようかなと思ってるんですけど、あの今日のためにずっと前髪が崩れない方法をすごいあの研究して、この2日間崩れなかったんですね、 前髪がね。まあ涼しい環境でさ、レッスンやってるっていうのもあるからさ。でもいつもだったらめっちゃ汗かいてるの、まあ、いつも汗かいてるけど、今日も汗かいたけど前髪がそこまで崩れなかったっていう、いつもよりかはみたいな。21日、僕隊の申し込み、嬉しい、僕隊ね、楽しみですね。じゃあなくしたと、嬉しいじゃん、ありがとう。うーん、ペンライトしっかり振るから見つけて、見つけるよね。ペンライトのさ、色もしかしたら変えようかなって思ってるんですけど、明日変えないよ、今年からまた新しくペンライトの色をね変えようかと思ってるんですけど、どう思いますか？黄色がいいですか、みんな？島16歳、すごっ。たくなるもありがとう、明日の一緒に会います。確かに見つけますね、ジャパニーズ。東京の女にならないでしょ。新幹線揺れるとき揺れる。ロベッツさん可愛い、ありがとう。そう、さらに5月でやっぱそこでポーズ、まあ、確かにそうだね、この間写真見たらね、そうあった猫ポーズね。景色はね、新幹線の景色はね、ブワーって行くからあんまり見れない。七並べしない、あ、無理だね。うん、移動中に七並べは私結構無理だね、絶対に響き無理、酔っちゃう。
誕生日にライブ、え、明日誕生日なの？え、そうなの？多分きっと明日はね、かけ、あのメッセージが書けないからさ、数日後に言ってたの。たのくん、じゃあ書いとくね。また書いとくね、教えてね。道中大体寝ちゃう、うん、大体私も寝てるよ。道中寝るのが一番ね、寝てより移動時間かかる方へ。あ、逆に楽しみ、みんな楽しみます。一番いらない道具、うん、わかんない迷ってる。ジャグルの長さ悩む、そうやねんな。まあ要は背中でもライブって感じ。まあ髪下ろしてても、あの汗だくなんで。酷な可能性マジ、いや、やばいね。明日熱中症かもね。ちゃんとたくさん食べて、なんか大きなところが素敵に見える。確かに何分かけて食べるつもり。確かに、でもないよ、もう早くずらいじょー。サラピさん、うん、サラピさんだね。黄色がいい。チキ悩み、うん、世界タコさんね。でも髪あげても結局ベタベタするんだよね。何より変わるか、2年目で様子が変わってるか。ペンな、確かにつむじ切りはちょっとやめてほしいか。タコさんと黄色の思い入れが、確かにね、それもあるよね。うん、黄色ゲームでも使う、ありがとう。チェックが壊れた黄色つし、そうなの。めちゃめちゃゆらゆらさんと、そうなの。私当たった、あんまりさ、ファンの人と当たんない。まあしてないのもあるけどさ、時々やってるよ。でも本当に時々、やばい、そろそろね、終わらないと。シェリーボイス結婚してありがとう、せんけどありがとう。誕生日とか洋風からさ、さして、無理させてないよ。時々察するときあるけど、さたくになるかポニテできないけどね。なかなかなか、たまた飯になるかも。確かにね、黄色じゃなくお支援するかも。お支援しないで。黄色、うん、もう幼虫です。ではね、そろそろね、終わりたいと思います。赤ちゃんしてたのに一緒黄色振ってる、いいですね、コウコさん。じゃあそろそろ壇上を呼んでいきたいと思います。顔がブサイクすぎてどうしよう。では13位のぶいちさん、12位ぴょんぴょん、11位マネケンギガさん、10位くまれパパ、9位ネコ、8位ホユーさん、7位ひろしさん、6位たっくん、5位 KHK さん、4位オグリン、3位ゆうゆうゆうさん、2位たなたなくん、1位はドゥン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 レパンさんです。ありがとうございました。私さ、黄色とピンクにしたいんですよね。黄色とピンクにしたいんですけど、でもやっぱ黄色の方が響きっぽいかな。どうしようかなって思ってます。あゆちです。じゃあありがとうございました。今日も配信見てくれてありがとう。じゃあまたみんな明日会いましょう。明日一緒にさ、楽しみましょうね。なんか結構不安も多いけど、すごい楽しみも多いし、明日頑張ったらね、達成感がすごいと思うの で、1月からねちょこちょこやってきた、まあ2月からだけど大抵ちゃんとやってきたのは、はい、ガチでやりだしたのは4月ぐらいだったんですけど、はい、頑張りたいと思います。明日来る人、熱中症にならないようにたくさん水分補給とか、あのこう熱もシートが貼っとった方がいいと思いますよ。分からんけどどんな感じなのかね。ちゃんと日焼けしないように、日焼けしすぎてって言わんでいいように、あの日焼け止めを塗って、なんかねこう日がさばってきて、日がさばして来てくださいね。キレートレモン飲みたいと思います。じゃあみんなありがとうね。ありがとう。じゃあまた明日ね、明日会いましょう。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうね。嬉しい、みんなありがとう。バイバイ、明日会いましょう。